コミカンソウ族は、コミカンソウカの族、800種前後を含む大きな族である。世界の熱帯、亜熱帯を中心に広く分布する。日本には12種ほどがあり、総本としては、道端などによく見られるコミカンソウのほか、ヒメミカンソウ、キカシュの長江コミカンソウ、また、木元としては、西日本にコバン木、南西諸島に花コミカンボクなどが生育する。 21世紀に入ってから、コミカンウ族に同じトガの高砂小判の貴族や、カンコの貴族などを統合しようとする動きが見られる。分子系統学的研究論文であるキャスリアラシチ、エトールでは、コミカンウ科の大島小判の貴族、カンコの貴族、レバー・チョニア族、アマメ・シバ族は、コミカンウ族の派生的な位置系統に含まれるという、学説が発表され、 側系統群である旧来の大島古板の貴族や、漢古の貴族などを依然認め続けたり、旧来のコミカン族を20を超えるクレードに分割したりするぐらいであれば、これらをコミカン族に含めた方がマシであろうという見解が示された。これによりコミカン族の植物は400種以上増え、コミカン族は選手を超す巨大なクレードとなる。 福島大学共生システム理工学類の黒沢隆秀は、先の論文等を受けて、大島小版の貴族、カンコの貴族、甘飯場族をコミカン創族に含めることは広く受容されていると判断し、また将来的な平凡者の日本の野生植物改定も見据え、日本産の大島小版の貴族やカンコの貴族植物の分類名をコミカン創族家のものとするよう見直し、 一部の種に関しては新たな分類名を発表した。給植物園のワールドチェックリストオブセレクテッドプラントファミリーズの分類に関する見解を受けてまとめられたデータベースで、アルガバルツにおいては、以前大島小判の貴族やンコの貴族は、コミソウ家の族として認められているが、日本産の種に関しては、ウラジロンコの木ンコの木津島ンコの木の3種に限り、 黒沢による新たな分類名が需要もしくは黒沢と同じく既存のコミカン創族に置かれた分類名が需要されている。双本、木本また鶴性、浮遊性の水草、幹が多肉化した種、扁平の養生形を持ち葉は大化した種など、生態、形態的に様々な種を含む。一般的な特徴としては、直立した幹から横。 または斜め上に小枝を伸ばし、小枝には二列に多数の葉を補正し、小枝が鵜上複葉のように見えるものが多い。一部の種の葉は就民運動をする。花は単精で脂肪上位、花弁はなく、小枝につく。死有同種、または異種。果実は花、または液花。一部は干渉用あるいは庭木として栽培される。床や飴玉の木。 P. アキマネタスなどは果実が食用にされる。また薬用に用いられるものもある。コミ乾燥長江コミ乾燥黒沢熱帯植物研究会コーナー渡辺英語、日本語、英語、日本語ありがとうございます。